今日はこれから菅さんと、木を切りに行きます。はい、菅さん、これから説明をお願いします。はい、頼まれた木が意外と見ていただくと分かるように、枝が張っていて、左のブドウ畑、右側の、フェンス、これにかかってしまうので、田中先生と相談の上、2人で協力して私が上のまで登って、田中先生に下でビレーしてもらって、で、枝を下ろしてから倒そうということになりました。ただそれはできるかどうか分かりません。まあ、とにかくチャレンジしようってことになってます。怪我のないようにやりましょう。はい、ありがとうございます。はい、岩はどれどれ、はい、この右から最初に出ている枝が1本からその右側ね、はい、そしてその左からもう一段上の3本、はい、その計 1,2,3,4,5 本を落とす予定です。あの2本もそれ、はいはいはい、あの3段目のやつはみんな切ります。 1,2,3,4 5本ですよね、全部。ああ、5本ね、はい、左のこっちも落とすんでしょ。あ、左の方の 木ですか。うん、あ、そうですね、ただ離れてるからね。あ、まあ落とせたら落とします。ああ、そうか、はしごあるもんね。そう、3段目、はい、了解です。はい、頑張りましょう。はい、上から切っていくの？はい、チェーンソー上げる？まだもうちょっと、今、右足が体の下になってて、重登山靴入ってきちゃったから、重登山靴入ってきちゃったんだよ。あー、タビかなんか、ね、スティールのエンジンがかからなくて悪戦苦闘します、菅さん。よし、とりあえず枝下ろしが終わりました。
はい、カンさんに上の方の枝を切ってもらいました。これから、この木を、あっちの方に倒します。どっちの方ですか？西側です。西側、ちょっと走って行ってください。はい、あ、その方向に抜刀します。はい、はい、鳥のまた折れたらやばいです、うん、まだこれ折れないですよね、うん、倒れるかもしれない。はい、もう行く？はい、行きますよ、もう。おお。成功。成功ですよ。さすがカンさん、すごい。はい、一言お願いします。やったー、やりました、ありがとうございました。先生、おかげです。じゃあ、急いでこれやっちゃいましょう。はい、はい、今日の収穫はこれだけです。はい、カンさん、カンさんお疲れ様でした。どうもありがとうございました。とても一人ではできない大仕事を、ありがとうございました。すごかったですね。お疲れ様でした。ありがとうございました。助かりました。本当に。じゃあまた、またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。はい、大警告よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ヘロヘロだよ、本当に。